それでは早速やっていきたいと思います鍼灸、えー、師にとって最重要課題僕は3つあると思うんですけども皮、えー、片手相関押し出これは僕は鍼灸師にとって最重要課題だ,課題だと思いますなぜかというとこの「せ皮、片手相関」「押し出」というのはあの絶対に最初に患者さんにやることなんで特にこれを今回は基礎的なことですねやっていきたいと思いますじゃあ早速せ皮からやっていきたいと思います 皮痛が起こるとななぜ嫌なのかそれは患者さんが一番に針が嫌ににななるる理由の一つになるんですねそのためにはじゃあどうしたらいいのかと切符が起こらないためにはどうしたらいいのかとすごく知りたくないですか先生ですね僕はそれを今からやりたいと思いますでは早速まずメカニズムですねちょっとやっていきたいと思いますえまずですね 指一本一本が筋膜筋腹皮膚。そういうふうに考えてください。で、この際に、えー、ここではちょっと針はちょっと少し細いので。鉛筆をちょっと使わせていただきます。で、いきますね。もうちょっとやってもらっていいですか。この時に、針が。皮膚と筋膜ですね。こう、あ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 。いますね。この時に、すでにもうこの時で。 刺激になっているんですねでこれが起こらないためにはどうしたらいいかというとまず早くそれをやってしまってもダメです。例えばトトンっていう摂皮ですね。かといって柔らかくゆっくり摂皮しても痛いものは痛いです。じゃあどうやったら摂皮痛が起こらないんですかと。それを今からちょっとやってみたいと思います実際にですね。先生それを知りたくはないですか はいでは早速やっていきたいと思いますこれ新刊ですね皆さんが使っているいつもの新刊針を入れる管ですこれを今からやっていきますね実際に新刊をこう立てて普通学校とかで習う設備っていうのはこれをまあ平行にそして軽やかにこんな感じですね これ軽やかでではないと思うんですけども実際にこうやってやることによって切は起こってませんか先生学校で習ってるこのトントントンですねこれでは僕ダメだと思うんですよねなぜかというと、はい、実際にじゃあ今からふくらはぎの方にちょっとアプローチしたい,したいと思います、えー、実際にこの皮腹筋のとこですねに針を筋肉が特にこの外側の部分っていうのは 筋肉が張りやすいところなんですね。で、小村返りもしやすいし、この部分が硬くなる人が相当多いです。なので、この場合にちょっとアプローチする場合、まあ、例えばこの針をトン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 と即死即抜で抜いて刺して、例えば3箇所ぐらい一気にこの抜いてあげるようなイメージですね。抜いた後にこの手をさっき見たみたいに幹部に当てて そのまま剥がしてあげる剥がしてあげるこの時にこう揉むんじゃないですねこうしてしまうと揉んでしまってるんですねこれはダメですこれだとこれでもいいんですけどどうしてもこれだとその多分針の感覚っていうか針の効果が薄れてくるような気がしてそれよりはこの皮膚のこの筋膜をずらしてあげるイメージでこうやってずらしてあげるイメージで。 そうするとこれまあもう僕も多分2回ぐらいしかしないです2回ぐらいするとこの今針を刺した効果もあってこの皮膚筋ですねもうすごく緩んだ状態になりますだから普通に針をして少し束縛をする場合でも筋肉はもちろんほぐれるんですけどもそれよりかは今みたいに少し口臭法も考えながらやられるといいと思いますでは早速ですね あのちょっと実践でやっていきたいと思います。えー、その際にまずあの針が新鮮転換法と先ほど言いましたけども、その際のどういうふうに針が動いてるのかっていうのと、まあだいたいそのどういうふうに針を動かしたら新鮮転換になってるのかっていうぐらい、ちょっと少しあの、えー、大胆に大まかりじゃないですか大胆にちょっとやりたいと思います。実際に今僕今身体を持ってますね。でリューズですね。 リューズを持って、ちょっとあの針先の方を見ていただけるとわかるんですけども。ちょっと大まかにやります。こんな感じですね。針が今先っぽが動いているのわかります。僕は今ここを動かしてるんですけど。こんな感じで動かして動くんですね。その際にですね。先ほども言ったんですけども。指のこの押し出のこの部分ですね。ここで感じるのも一つ。 だし、ここの持っている親指ですね。親指のこの部分でしっかりこの人差し指と挟んでやってください。この際に僕は妊娠をまずお勧めします。な、ま、ぜ、あ、かというとさっきの送り込みっていうのがあるんですけども、送り込みになってしまうと、これがグサグサグサって入っちゃうんですね。グサグサグサっとさっきも言った通り、あの直線でずっと入っていってしまうと。 どうしてもその痛みになりやすいましてやこの送り込みなんかは筋膜から筋膜にもうグサグサグサって入っていくんでグサグサグサですねグサグサグサって入っていってしまうんでそれをしてしまうと結局一番痛みになりやすい。